フロントビューリアビューチェンジは、韓国の新興電気自動車メーカー、AD モータースが製造、販売していた超小型電気自動車である。二人乗りのピックアップトラックであり、全長 3210mm、全幅 1560mm と韓国では、傾斜規格となるが、日本では小型車扱いとなっていた。カラーは全8色で、それぞれに、 国の名称が付けられていた。オプションとして荷台を覆うハードトップが用意され、ワゴンのような使い方もできる。2011年発売当初は左ハンドル仕様のみの販売だが、2012年春には右ハンドル仕様も発売されるとしていた。購入には次世代自動車振興センターからの助成を受けることができた。電気自動車としての性能は、 リチウムリン酸鉄バッテリーを電池としたモーターを使い、1回の充電で 100km の走行が可能としていた。日本では株式会社オートレックスが輸入、ナフカに加盟する各店舗が販売していた。発売開始日は2011年12月1日で、同時期開催の東京モーターショーにも出展された。オートレックスでは、チェンジ以前に CT&TE ゾーンを輸入していた実績があり、 いい、e、ゾーンに変わる車種として、チェンジが扱われていた。ありがとうございます。